海賊なんて本当に来るのか？俺が話をつけてきたんだ。絶対、確実、間違いなし。適当なことばかり言うなよ。あんたの言葉が一番信用できないんだからさ。いや、それを言われるとさ、誰？この子をこんな風に育てたのは。あんたらか、あたいによってのは。海賊を当てにするくらいだから仇じゃないとは思っていたが、なんだいこの派手な顔ぶれは。どこかの見せ物小屋みたいだね。海賊って女かよ。海賊の給仕係か、それとも色気担当か。そりゃウィンフィールドが騙されるわけだ。なんだいこの坊やは。口だけは一人前だね。ごめんなさい、この子口が悪いだけで悪気はないんです。黙ってろよ。僕は本当のことを言っただけなんだからさ。だいたい見せ物小屋なんて言われて黙ってる方がおかしいだろ。言うじゃないか、ボクちゃん。あんたがどう思っているか知らないけど、あたいがイオニア海を滑る海賊デスクルスの頭目だよ。女が頭目だって？あんたのところは海賊とは名ばかりの腰抜けの集まりらしいな。坊や、度胸があるのと命知らずとは違うってことを覚えておきな。長生きしたけりゃ口の利き方には気をつけるんだね。あんたこそ脅す相手を間違えるなよ。僕はな、長生きできないんだよ。わけもわからないこと。ほんと口の減らない坊やだね。忘れるんじゃないよ。あたいの気分次第でこの依頼、受けるかどうかが決まるってことをね。お任せしていると話が進みませんわ。ブラムですの、お名前を伺ってもよろしいですか？そうだったね。名乗りもしないでいるってのは、そこの礼儀知らずの坊やと同じだからな。あたいはヒルデガルド、ヒルダって呼んでくれ。それではヒルダさん、アイオルス諸島を案内していただく件についてですが。そいつは断ったはずだ。話だけでもってことだが、あたいの答えは変わらないよ。デュランの言ったことが気に障りましたか？だったら謝ります。ですから。それほどあたいが恐竜に見えるかい？これでも海賊の頭目なんだよ。そんなくだらない理由で断るわけないだろう。正気とは思えないね。海賊を足代わりに使おうだなんて。海賊は慈善事業でもなければ観光案内の係でもない。ままごとの相手なんかしてられるか。ヒルダさんのおっしゃる通りですわ。本来海賊さんに頼むことではございません。それでもお頼みしているのは、複雑に入り組んだアイオルス諸島の潮流を読むことができて、唯一航海可能なのがヒルダさんたちしかいないからですの。そんなことわかってるよ。だからって「はいそうです」なんて言えるわけないだろ。どうして持ってんなら、お前らの誠意を見せてみな。その内容にもよるがな。安心しな。そこの坊やを吊るし上げろってんじゃないからさ。マルフィールの実を手に入れてきたら、お前らの足代わりになってやろうじゃないか。そのマルフィールの実というのはどこにあるのだ？
知ってたらお前らなんかに頼むわけないだろ。あたいが知ってるのはビブレスト山脈のどこかにあるってことだけさ。あとは自分たちで情報を集めるんだな。いいか、あまり時間がかかるようなら今回の話はなかったことにするからな。手に入れたらまた連絡しな。じゃあな。なんだよあれ、偉そうにしやがって。お主の方がよほど偉そうじゃったわ。口は災いのもとというが、お主とウィンフィールドは交渉の場では口を出すでない。話がややこしくなるわ。とんだとばっちりだぜ。どうするのだ。俺たちが得ている情報はあまりにも少ない。このままでは動きようもなかろう。ここから西にピレネという町があるらしい。そっちで話を聞いてみないか。そうだな、ここで聞けることはもうない。ヒルダと出会えただけでもよしとすべきだろう。まずはそのピレネという町へ行ってみるかのう。どうだった？これといった収穫は何も。そっちは？めぼしい情報はない。今のところ分かっているのは南にテネドスって町があるということだけか。なんだよ、結局ここでも分からずじまいか。そう決めつけるのは早くはないか。つい最近ハルピーアの女性がテネドスへ向かったということですの。それがどうしたんだ。なるほど、ハルピーアか。この大陸にハルピーアがおるとすれば、住処は間違いなくビブレスト山脈じゃのう。だからそのハルピューヤってのは何なんだよ。何でも背中に羽を生やした空を鳥のように自由に飛べる奴らだってことだ。そうですの、伝説に出てくるだけで実在していたとは知りませんでしたわ。あれらは高所でしか生活せぬ上に人前に姿を現すことはめったにないからな。話で聞いたようにここからさらに南へ行ったということであれば珍しいことだな。ハルピューヤの方とぜひお会いしてみたいですわ。会わないとダメなんだろう。その通りだ。現時点では最も有力な手がかりだから。テネドスの前にはトラン丘陵という急峻な丘陵地帯があるそうだ。用意はしておいた方がいいだろう。そうだな、必要なものを買い揃えてから向かうとするか。なんだお前。女の子に向かって
お前はないでしょ。名前を知らないんだから仕方ないだろう。それもそうね。ってなんで盗賊に名乗らなきゃいけないのよ。はあ、僕たちが盗賊だって。バカも休み休み言えよな。どこを見てるんだ。お前の目は節穴か。あんね、自慢じゃないけど私は視力だけはいいの。だけはな。いちいちうるさいな。あんたたちを見て怪しく思わない方がどうかしてるよ。そいつは言えてるな。あんたは黙ってな。怪しいってのは認めてもいいけどさ、それだけの理由で盗賊だって決めつけるのか。怪しきは罰する。そんなの当然のことでしょ。ったく話になんないね。いいからそこをどいてくれよ。そうはいかないっての。ここは通さないからね。面倒なやつだな。奴らだ。来るぞ。何が来るの？ボーグナイン、奴らって。後ろを見て。その手には乗らないよ。なんでそう疑ってかかるんだよ。いいから後ろを見てみろよ。後ろが何だって言うのよ。なんで、いつの間に。こっちばかりに気を取られてるから気づかないんだよ。おそらくそやつらがお主の探していた相手じゃろう。あんたら、ここであったが100年目、一匹も逃がさないよ。覚悟しなさい。あいつ頭に血が上って見境がなくなってるぞ。どれほどの腕かは知らぬが、あれだけの数を相手にするのは分が悪かろう。手伝いましょう。ほんと面倒だな。やるなら勝手にやってくれよ。